3バシンが空いて5番サンズオブタイムこの外に3番ダノンランディ後方寄りの追走となりました残り800を切っていきます後方2頭が2番セイカトサイナリと1番ノーブルウィングという展開となっています外回りコース直線コースで出てきましたババの4分どころ15番のリフレイムが先頭ですリードが2馬シンから3馬シン空いた内に持ち込もうとする6番のジャッカルそして12番のレッドフランカちょっと15番のリフレイムが大きく外に寄れてしまっていますが 内回りとの合流点を過ぎるところその後ろからはスターリーアイズ14番ノース・ザ・ワールドを追ってきて外からは16番ラインプリンス徐々に前が広がって残り200を切りました内内内といジャッカルレッドフランカー粘っているところ外から18番スターリーアイズがかわしに行くこの外から17番ギャリエノワールドも一気の差し合いさらに外15番のリフレイム外内といを大きく走っていますが前が広がってリフレイムリフレイムかゴールイ